ポートヘッドランドに到着する BHP グループの鉄鉱石輸送列車、ポートヘッドランドはオーストラリア、西オーストラリア州の港湾都市である。ピルバラ地域に属し、州都パウスから北に直線距離で約 1400km、道のりでは約 1650km になる。人口は約11500人。ポートヘッドランドは水深の深い天然光を有し、 内陸部にある鉱山から産出される鉄鉱石の積み出し鉱として栄えてきた。ポートヘッドランド鉱はオーストラリアで最も取扱いトン数の多い鉱山である。鉄鉱石は町の南及び東にある4つの鉄鉱石、集積地より鉄道で運ばれてくる。その他に沖合から産出する天然ガスや生成時をマンガンなどの取扱いもある。さらにピルバラ地域への燃料、 貨物輸送の主要な受け入れ港でもある。以前は牛や羊の牧畜も主要産業の一つであったが、徐々に衰退している。ポートヘッドランドの気候はステップ気候であり、夏は湿度の高い海風を受け降水量が多い。月別の平均最高気温は1月に摂氏36.4度、7月でも摂氏27.1度になる。 平均降水量は3 1 1 5ト、mm、ルであり、12月から6月の間に集中している。ただし統計上の平均値であり、実際はサイクロンの影響により極端な差異を生じる。1942年には年間1 0 4 0ト、mm、ルの降水を記録した一方で2年後の1944年には300日にわたって雨が降らず、 年間 28mm の降水に止まるという対象を見せた。ポートヘッドランドの土地は古来アボリジニの言葉でマラピクリニャと呼ばれていた。良い水のあるところという意味で今も町の周辺3カ所で見られる砂漠の泉にちなむのだとニャマル部族の言葉を使う者は述べる。一方、市のオフィシャルサイトでは別の説を挙げ、それによると潮が引いた時に 岸辺のそばに現れる手の形をした浅瀬にちなんでいるのだと紹介されている。また、アボリジニの伝説では、この辺りに、ジャルカワーリアという湖があり、盲目の水性ヘビがいた。湖はやがて入り江となり、船着き場となった。そして、入れ替わりにヘビはその賑わいを嫌い去ったという。18世紀から探検家や航海者たちが到来したが、 上陸せずに沖を通過していくばかりであった。1863年4月に港の建設地を探すためにピーター・ヘッドランドがこの地を探索した。彼はとある入江をマングローブハーバーと名付け、外洋の波から遮られ利用可能な真水もある、優れた上陸箇所であると伝えた。しかし、彼は指摘しなかったことだが、実はその入江には広い浅瀬が広がっており、 入り江の入り口を塞いでいるため、悪天候時には通過できない上平時でも満潮時しか、航行ができなかった。1866年、ローバーン駐在の役人トレバートン・ショルは、探検測量家、チャールズ・ウェッチに対し、ローバーンに代わる、町の候補地調査を依頼したが、ウェッチは、現在のポートヘッドランドの土地について、不適当であると報告した。1891年、トム・トレイン、 ジョン・ウェッジ、シド・ヘドリーの3人は周辺を探検の上、ポートヘッドランドの入り江をかなり安全であると評した。1895年、コザックの住民は軍の監督官にポートヘッドランドの岬の調査を求めた上で政府に不当の建設を要求した。1960年代初頭、鉄鉱石採掘のためポートヘッドランドの東およそ 100km に ゴールズワーシー鉱山並びに同名の町が開かれ、後にさらに奥のシェーギャップ鉱山でも採掘が始められた。ポートヘッドランドまでの鉄道路線が建設され、合わせて港湾付近の春節、改作が行われ、港へ通じる水路が拡張された。町の向かいのフィ船慶ン島に埠頭が建設され、1966年5月27日より鉄鉱石輸送が始められた。 最初の船は、ハーベースマットという船で、日本へ約2万5千トンの鉄鉱石を運んだ。1967年には、約400キロメートル南のマウントホエールバックで、鉄鉱石の鉱脈が見つかり、採掘が始まるとともに、ニューマンの町とポートヘッドランドまでの鉄道路線が建設された。百八十六年には八千七百万、オーストラリアドルを投じて、 湾港のさらなる浚渫工事が行われ、大型船の入港が可能となり、ポートヘッドランド港の取扱い能力はさらに強化された。現在は、最下重量トン数で25万トン以上の大型船でも入港可能である。1968年12月31日、マクロバートソンミラー航空の運航するパース発ポートヘッドランド行きのビッカースバイカウント機が、 町の南に墜落し、乗客乗員合わせて26名全員が死亡するという事故が発生した。ボートヘッドランド空港着陸の10分前までは問題なく飛行していたものの、突然右主翼が胴体より脱落するという悪夢のようなトラブルが発生したためであった。1991年、ボートピープルに代表される不法入国者の保護、収容施設が ポートヘッドランドに開設された。多くのボートピープルは東南アジアからインド洋を渡ってオーストラリアにたどり着くため、ポートヘッドランドは彼らの上陸地点から比較的近くかつ国際空港を備えているため帰国希望者への対応が容易であるなどが理由であった。この施設は1990年代後半に民営化され2004年になってオーストラリア、 北西岸にやってくるボートピープルの到着件数自体が減少したため閉鎖された。ポートヘッドランドの市長は連邦政府に対し閉鎖された建物を工業従事者向けの宿泊施設として開放するよう要求した。相次ぐ鉱山の新規創業などで町が活況を呈するのに対し市内の宿泊施設の不足が目立ち始め各企業が従業員や 専門家のための宿舎を確保できずに事業に支障を来たすようになったためである。収容施設は改装され、マウントニューマンマイニング社の単身者向け住居となった。現在はビーチフロントビレッジという一般宿泊施設として営業している。ありがとうございます。